1>, 1月29日放送のバラエティー番組「アイ・アム・冒険少年超脱出島 SP」t b s 系にダンスボーカルグループ MLK のメンバーで俳優の佐野勇斗がゲスト出演した今回佐野とスノーマン目黒連の交流に注目が集まったという佐野はこの日無人島から脱出を目指す企画脱出島に初参戦これを受け「アイ・アム・冒険少年」にレギュラー出演する目黒は当日 自身のインスタグラムストーリーズを更新し、今日の冒険少年脱出島は、俺の元バディ・佐野ヤと、絶対見てねとメッセージを投稿しました。目黒と佐野といえば、昨年7月に放送されたテレビドラマ、トリリオンゲーム TBSK で共演した中ということもあり、番組では佐野が、プライベートで目黒の家に呼んでくださいと呼びかける場面も。これにはファンから、また二人の絡みが見られて嬉しいと。 喜びの声が上がりました、テレビ史記者。そんな目黒と佐野が共演したトリリオンゲームには、今田美桜、福本莉子、吉川浩二など人気俳優が多数出演。また、本編では目黒と今田による仲むまじい焼き鳥デートシーンなども描かれ、大きな注目を集めた。そして今回、同ドラマの映画化の噂が一部で飛び交っているという。1月29日、エキストラ募集サイトが、 TBS 制作映画に関する募集情報を掲載。その概要欄には、村尾義明監督による、人気漫画原作の TBS 連続ドラマの劇場版2025年春ごろの公開予定と書かれています。村尾監督は昨年、漫画を原作とした目黒主演ドラマ、トリリオンゲームでも演出を務めていたことで、ネットで、映画版が制作されるのでは、と憶測が飛び交っているのです。一方、 トリリオンゲームで共演していた目黒といまだといえば昨年、東宝映画「私の幸せな結婚」でも共演していました。しかし、昨年の「フライデーデジタル」によると、東宝は旧ジャニーズの性加害問題で所属タレントを起用しないという方針を固め、「ワタコン」続編も絶望視されているといいます。それだけにファンの間では、「ワタコン」でなく、「トリリオンゲーム」の映画でまた、「メメミオコンビーが見られる。 と期待すする声が上が上っていま全室テレビ視記者。現時点で、トリリオンゲーム劇場版が確定したわけではないが、ファンは再び目黒といまだの共演が見られることを期待しているようだ。スノーマン目黒連佐野隼人を家に呼ばない理由を明かす、怖くなって。ダンスボーカルグループ MLK の佐野隼人が、29日放送の TBSK、「アイアム冒険少年長田出島 SP 夜7時から」に出演。 のの交流を明かした佐野隼と、目黒蓮とのメールのやり取りを明かす、意外と兄貴派だ。島に到着した佐野は、カメラに向かって、目黒くん、目黒くん、ハスくんと手を振り、スタジオで見守る以前に同局系ドラマ、トリリオンゲーム2023年で共演した目黒にアピール。目黒には事前に脱出島に挑戦することを連絡していたといい、脱出島行きます。って言ったら目黒から、 大頑張れできましたとその時のやりとりを明かし、原市の澤部優はそんな目黒の返信に、意外と兄貴派だと驚いた。目黒蓮、佐野隼人を家に呼ばない理由とは。しかし、目黒にはずっとはぐらかしている佐野からのお願いがあるそうで、目黒はスタッフからの、佐野くんが打ち合わせでずっと言ってたんですけど、早く家に呼んでくれって、という言葉に苦笑い。なんで目黒くんはお家に呼びたくないのと問われると、目黒は、 ドラマ撮影中にマジで隣に引っ越してくるんじゃないかって怖くなってといたずらっぽい表情を作りながら佐野からの慕われぶりを振り返り笑いを誘った佐野隼人目黒連からのアドバイスを解雇そんな佐野と目黒が接近したのは佐野が MLK のドームツアーをしたいという夢を話したことだったそう ちょうどスノーマンさんが初ドームツアーの最中だったんですよとドラマの撮影時にスノーマンがドームツアー中だったと話した佐野は、見に行かせてもらって、どうしたらドームツアーできますかって聞いたら、諦めずに自分に嘘つかずに頑張ればドームツアーできるよって言ってもらえましたね。とめぐろからもらったアドバイスも明かした。